したの？お手伝いしてくれる方が見つかったの。そう、私は錦野真希、1年生、よろしくね。真希ちゃんはいつもクールで大人っぽい感じなんだけど、すっごく優しいんだよ。別に私はそんな。ところで何を手伝ってもらうの？ライブや練習のサポートをお願いしたいと思っています。真希ちゃんは他に手伝ってもらいたいこととかある？そうね、せっかくだし私たちの目標も一緒に考えてもらいたいわね。目標？そう、私たちの目標はどこまでも高く果てがないわ。でもいきなり遠い目標じゃ疲れちゃうじゃない。だから少しずつ上を目指していくには段階を踏んだ目標が必要なの。そうですね、何事も上達にはこまめな目標設定が効果的と聞きます。わかるような、わからないような。まあ難しく考えるものでもないわ。目標は自然と生まれるはずよ。ほらこんな風にね、目標をクリアしていくことで新しい道が開けるわ。なるほど、これは重要だね。これから他のミューズのメンバーを探すんだけど、マキちゃんはどうする？そうね、私も合流させてもらうわ。さっきまで花代がいたんだけど見当たらないわね。どこに行ったんでしょうか？校門の方にリンがいるはずだから、そっちに行ってみましょう。おー、
ていきましょうか。そうね。やっと追いつきました。あら、どうしたの、かよちん。大丈夫？さっき、ほのかちゃんたちを見かけて追いかけてきたんです。ごめん、かよちゃん、気づかなくて。いえ、それより、私たちのお手伝いをしてくださる方ですよね。私は小泉花代、1年生です。かよちゃんは、スクールアイドルについてとっても詳しいんですよ。かよちゃんは、何か手伝ってほしいことない？そうでした。スクールアイドルグループにおいては、曲に合わせたユニットの組み立てもすごく重要で、どういう組み立てがいいか、外から見て、いろいろ考えてもらえたらなって思うんです。そうですね。編成は外から見た方が組み立てやすいかもしれません。いきなり大変なことをお願いして、申し訳ありません。でも、きっと大丈夫だよ。これで1年生は全員ですね。うん。次は3年生を探しに行こう。Yes.